じゃあこれ座りながらやってもいいんじゃないの、地図見ながらとかと。はい、じゃあ、ハイクローグ、豊島です。夏目です。夏目由美子です。はじめまして、土屋智義です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥秩父ということで、うん、まあ奥秩父っていうからにはね、秩父の奥側ということなので、うん、やっぱり秩父側からちょっと入りましょうというので、はい、普段なかなかまあ行く方も少ないかもしれないんですけれども、うん、奥秩父好きの人は、こちらから入るのが、まあ好きだったりとかしますので、まあそんな感じで秩父側からアプローチをしました。で、目指す山は、罠倉山です、うん。結構罠倉山っていうと奥秩父奥多摩行ってる方なんかでも、狩猟線からちょっと外れてるので、実はあんまり行ったことがないとか、うんうん、狩猟線歩いてて、まあ、いつか行きたいなと思っててもなんとなく面倒くさくなって行かないとかっていう形に、まあ、なりがちなんですけども、まあ、日本狼の伝説とかも残っていたりとかする山なので、まあ地図見てもらうと分かるけど比較的まあ雲取りと、拳の中間ぐらいにある一個ドーンと大きな山なんですよね、うん。まあ、ちょうど、まあ、罠倉の周辺のところに、大きく谷がやっぱり入ってて罠倉だけがこう独立法的な感じにも見えたりだとかはするいい山です。で、まあ、その山に、秩父湖から、二瀬尾根っていうところを、どん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 登っていって、罠倉山の方に行き、でまあ罠倉山を踏んでから、正源峠の方に、向かいます。まあ、結構罠倉からね正源の間とかは、はい、結構痩せ尾根だったりだとか、まあ風も非常に強かったりとかで、うん、なかなか冬歩いたらば結構スリルもあって面白いんじゃないかと思う場所ですね。で正源峠過ぎてからはまあ飛龍を経由して、三坂尾根、佐浦峠、伝令路、まあそんな感じで、伝令路からはね、もう飲め込みの湯の方に尾瀬の方に降りてっていうような、奥秩父を、まあ、ちょっと深いところというかを、まあ、南北に南北、うん、北から南に、うん、そうですね、あのサウスバウンドしたっていう感じで、歩くルートですね、うん。結構バリエーション飛んでいい感じなんじゃないですか。バリエーション飛んでっていうか距離は短いけどすごく道自体はすごく変化に飛んでていい感じだと思います。登山地図なんかで見ると最初ね秩父湖からは破線ルートっていうか、うん、ね、なってましたけど、でも意外と明瞭というか、うん、そこまでこう、うん、なんか分かんない感じでもなかったなっていう印象だったんですけど、うん、そうっすよね、うん。まあ結構ここ、まあ、そう登山地図の中で鈴竹のやぶってなってるあたりとかが刈り払われてないと、結構刈り払われてない時期とか、うん、そういう年なんかだと結構そこが面倒くさいっていう人なんかは多くなってるけれども、まあ、そこの前までは基本的には道はついてるし、うん、歩きやすい感じだと思いますね、うん。なんか古いあれなんですかね、トロッコ列車の跡、うん、軌道跡みたいなゾーリンゴ屋、はい、ゾーリンゴ屋とかワイヤーの跡とか、はい、なんかこう人の気配というか、うん、人の残したものみたいなものも結構あって、うん、なんかこうね遺跡みたいになってすごい面白いなと思いましたけどね、うん。人も少ないしね、うん、あんまり会わなかったですよね、うん。あったのどこだっけ。すごく手前じゃないですか、登り始めの、うん、あ、測量の人たちだ、降りてきてる人、測量の人たち、測量の人たち、あの時激のぼりの時で、そうですね、ユミコちゃんの口角が一番少ない時、一番後ろからついていって、ね、激のぼりなのにね、ルナサンダルで歩く土屋さん、いやあれは失敗でした。どうでした、歩き通すのは無理ですか。いや、全然全然、ただまあ、ルナサンダルでね、結構映像でルナサンダルで山歩いてるのは結構、まあ、珍しいのかもしれないですけど、うん、その前に1回4日間全部オールルナサンダル工程っていう奥秩父は拳の方とかずっと歩いてるんで、同じね秩父から入ってっていうのはあったから、歩くこと自体は大丈夫なんだけど、あの激坂だとこう滑るのを足の力でグッて踏まなきゃいけないんで、グッて踏まなきゃいけないので、それが面倒くさいっていうのと、後半部やっぱ栗の林の中に入っていくと
痛い痛そうだった痛い意外とこのコースルナサンダルはまあ合わなかったんじゃないかって時期じゃないですか。あいやいやだけどまあ合うかどうかで言ったら合わないよねただなんかいやルナサンダルだけどこうね、うん、踏む感じが分かるので楽しいっていうのかな、うんうん、どこに足を置こうかを考えるのでまあ興味がある人はやってごらんっていうかね、うん、やってみてっていう感じですよね。あとなんかね2泊したんですよね。そうですね、ここで2泊、まあ贅沢ってことはないけど、だけどまあ1泊2日で行けるけど、なんか1泊2日じゃもったいないかなって感じですよね。そうですね、うん、なんか土屋さんとね、山を歩かせてもらうのは初めてだったんですけど、うん、もう歩くのもだけど、そうこうあのセルト、うん、針の美しさとか、うん、なんか映像にも多分出てると思うんだけど、なんかそういうの見れてて、結構それでも楽しかったです。そういえばあれですよね、初日、うん、確か豊島さんのセルトが、うんうんすげえタルタルになっててこれなんかあれあれってやってるからいやこれこうやってやればいいんですよってやってやりましたよね。そう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 、あの時みんながこう土屋さんとかねあのマイクラックみたいなのすごく、うん、なんか僕違うあの本当のスウェルトいや本当だって本当ですよスウェルトみたいなのこれどうすんのみたいな感じでやってましたけど、まあでもね住民隊の中だし風もあの時なかったしね、うん、なんか全然スウェルトでそうですね、うん、土屋さんのあのね、ハイカーズとか売っているあの行動食というか、うん、あのお米というか、なんでしたっけ入り玄米、うん、そう、あれを行動食ポリポリ食いながら、うん、もうお湯に入れてなんかこうご飯作ってっていう、うん、ただめんどくさがりですあの時ね、朝にね、会った時に土屋さんからみんな一人ずつ風呂飯をいただいて出発の時ってあれ電車の中だっけ。そう電車の中でもらって、ね、お味噌汁と、ね、手作りの味噌汁それを1泊目の夜に食べてたと、うんうん、美味しさにびっくりした美味しかったこんなに美味しくなるんだいろいろまあ特に土屋さんなんか、うん、口自分の語り口で紹介されることも結構多いかと思うんですけどまあなんか恐れ多いですけどね、うん、どんな感じの思いみたいなのがあるんですか。自分にとっては基本的には奥多摩奥秩父って最初に登った山最初に登った場所なんですよね、うん、自分は正直高校までは山とか大嫌いだったから、うん、汚い感じだし行きたくないってのがあったんだけど大学入って山登り始めた時に実は最初に登ったのが雲取りなんですよね、うん、いきなり雲取りだったのでテント泊をしたのが、最初の雲でテント泊デビューが今でも覚えてるけど雲取りなんですよ、だそういうのがあったりしたからやっぱり始まり自分での始まりっていうのもあるし、うん、まああとやっぱりこうどこの山のこういうのがいいとかってこと以上にやっぱり東京に住んでる僕らにとってはやっぱりここがローカルの山、うん、なのでだそういう部分でのこう心情的な愛着っていうのがまず一番強いっていうのが一個と、うん、まああとは歩けば歩くほどこうバリエーションにすごく富んでいる、うん、で基本さっきもね話出てきたけども、うん、人がやっぱり昔から入ってるから、うん、良くも悪くも人の匂いが至るところにちょっとあったりとかするでそれがまあ遺跡みたいにその造林小屋もそうだけども、うん、まあトロッコ道なんかは秩父川とかにはすごくいっぱい多いし、うん、そういうのを歩く楽しみもあれば本当沢筋も豊富なので、うん、まあ沢登りとか、うん、沢歩き、うん、それ登っていかなくても途中まで楽しむって楽しみ方もできるし本当なんだろう昔から人の生活とこう密着してる山っていう感じは結構すごくいろんなところで発見できるので、うん、まあ北アルプスみたいにこうなんかこう雲上の大自然の中を歩くとかっていうのとは違う感じ、うん、だからこうすごく山人と里と近いんだけども自然の匂いも濃いし、うん、っていうなんかその雰囲気はがその雰囲気が僕はすごく好きかな、うん、森の雰囲気だったりだとか、うんうんそういう、うん、森の中を歩くみたいな感じが一番僕の中ではピタッときますね、うんうん、
なんかね、夏目くんとかと初めて一緒に山行ったのも、うん、そういえば奥秩父だったなと思い出して、全然それはね、うん、今回とはルートが違って、うん、水垣の方から小節まで、うん、雪があるときに、うん、あれ2人やれた初めてなんですか、あれ2人やれた、あれがハイクローグというか、あれが初めて一緒に歩いて、うん、で僕がまだ、ね、冷蔵庫背負って歩いてるのって言われてたその時ですけど、まあ、あれもそういえば奥秩父だったなと、ふと思って、なんかいろんな山を歩くと奥秩父のゆったりさとかってものすごい気持ちいいなって、うん、ね、この一緒に行った時もすごい紅葉とかも綺麗かったし、綺麗だったし、あの2日目の朝にすごい苔の森のところあったじゃないですか、うん、山頂特化ですね、山倉の山頂特化のところです、綺麗でしたね、うん、あとデンデーロもね、もう本当に気持ちいいふかふかのトレイルで、うん、ふかふかね、栗の意外頑張った、意外あれはなんか特に好きな場所とかあるの、奥秩父の中でこのポイント好きみたいなのとか、私はやっぱデンデーロですね、うん、股の沢林道好きです、ここ、へえ、あのちょうど多分ここ数年後にはもしかしたら転生になるかもしれないかな、あのちょうど渋谷から入川林道、はい、川俣から入川林道をずっと歩いていって、うん、柳避難小屋ってまあ源流釣りの人たちには有名な場所がまあ避難小屋があるんだけども、うん、そこから十文字峠に上がるこの股の沢林道っていうのが、うん、わすごくいいっすよ、うん、ここはあの今転生実践になってるけれども、うん、本当に何だろう、踏跡みたいな感じのところだったりだとか、うん、あの木と岩との間をこうくねくね縫うように、うん、沢のところに沿ってこうやってとって持っていくんだけれども、うん、最後やっぱ十文字峠に出るあたりっていうのも、まあ、すごくあの綺麗なので、うん、まあ、あのそこだけ歩くってなってくるとね、正直ぐるっと回って中明村っていうか安治山の方からアプローチするかどうかって感じにはなるし、うん、ちょっと奥まってはいるんだけど、でも森を歩きたいとかって場合にはすごくいいかな、うん、山には登んない、十文字峠行って帰ってきちゃってもいいんだけど、うん、あのまあ、そのまま拳登ってもいいし、うん、逆にもうすぐ川上村降りちゃって、うん、ね、向こうからぐるっと長野の方から旅しながら電車で帰ってきてもいいんだけど、うん、行ってみたいですね、ここはいいですよ、すごく、うん、また第2弾行きましょう、うん、そうですね、うん、なんか、うん、やっぱなんか歩きたいところというか、うん、そういえば最近行ってないなとかで、うん、あと前歩いた時にはそんなに感じなかったんだけど、うん、今回ここすげえいいとか、うんうん、なんかね、そういうのってあるじゃないですか、ありますね、噛めば噛むほどみたいな、そうですね、うん、あとまあ基本人と会わないしね、そんなに、うんうん、それはなんか俺は結構好きかな、うん、だからもうちょっとこのメンツ行くんだったらもうちょっと俺酒持っていこうと思ってな、まあ分かりきった話なんだけどねちょっと少なかったちょっと少なかった、なんかこうカッコつけすぎた、うん、その反応がだから降りてから出てたよね、出て、うん、最終日午前中に降りたのに、うん、だって帰ってきたらもう夜遅かった、遅かった、ずっと酒飲んでた、あれだっけ、風呂が開くまで飲んでましたよね、あのワインとか買って、うん、風呂が開くの待って、うんうん、で風呂出て風呂で飲んで、風呂の食堂で飲んで、うん、そうだ、で場所を奥多摩駅に移動し て, 乗ら電車乗らずに飲んで、飲んでね、あれ待って、俺あん時ってなんか結局電話があるから帰らなきゃって言って、みんなで一緒に駅まで行ったんだよ、そうそうそう、で駅で蕎麦屋に入ったら、まあ、もうちょっと飲むかってなって、もう大丈夫、もうそれ電話だから全部大丈夫になったって言い出して言っ、うん、てましたよああそっかそっか、もういいやってなって、そうだ蕎麦屋で飲んだんだ、そうそう、で蕎麦屋で飲んで、で結局だって一緒に電車持ってたもんね、そうですね、そう、俺だけか仕事だって言って帰ろうって言って帰んなかったんだ、うん、そうだ、マロン口チームですね危険だな、危険危険、そんな感じで、じゃあいいっすか、はい、うん、あとまあ一言、土屋さんの所作がね、美しかったですね、ありがとうございます、タープの、まあ、あのツェルトの貼り方から、うん、一つと畳み方とか、うんうん、パンパンって、うん、職人さん、格好もね、うん、あの親方、そうね、親方格好だね、親方かっこいいなって思いました、ね、またなんかぜひぜひぜひ本当によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあまた行きましょう。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。